こんにちは。漢方薬剤師の中尾です。アシスタントのマールです。中尾先生、はい、健康食品として核酸っておすすめですか？そうだね。核酸をね、昔流行ったわけだね。はい。で、核酸っていうのは、DNA、DNA 遺伝子の DNA とか、ね、RNA 今ね、なんとかチンにも入ってきましたRNA とかあんなものを指すのが核酸なんだね。はい、うん、だから DNA って、ね、遺伝子の中に例えばいろいろちょっと難しいこと言ってもしゃあないけどアデニングアニチンとかこれ DNA なんだ、うんでお尻ボスのものなんとかなんとかとかこういろいろあるんだけど、はい、ああいったものをまとめて拡散って今言ってるね、はい、うん、だから拡散っていうのは、まあ、はっきり言って、まあ、我々もこうこれずっと体は全部細胞でできてるから、はい、細胞の中に全部拡散が入ってる、うんうん、そうしないと細胞分裂できて人間もほら身長伸びないしさ怪我しても修復しない、はい、それは拡散があるから自分自動の修復機能が入ってるからそれで治っていくのね、はい、うん、っていうことは核酸をねわざわざ取るっていうのは普通に肉食っときゃいいじゃんへえって個人的には思ってる、はい、うん、核酸核酸ってなんでそういうふうに核酸に注目してやるんだったらいやどんな食べ物、例えば野菜でも野菜自体の細胞にも核酸って入ってるからいろいろ食ったらさ、うん、別に核酸なんていらんくねっていうのが一つ自分の考え、わざわざ加えて取る必要もないんじゃないかってことですか、うん、っていうことが、まあ、核酸というものに関して言えばね、うん、核酸は我々の体にもやっぱりあるし外からも見れなくてもいいんじゃないかっていうのは一つあるんだけど、はい、ただ核酸の健康食品サプリメントあれ見たら鮭の白子とかね、はい、いろんな白子要は卵よね、はい、うん、あの魚のね、うん、ああいったものを取っていくと亜鉛も入ってるしいろんなねやっぱりこう代謝にいいものが入ってるという形の一部として核酸っていうふうに焦点当てて、はい、わざと核酸って言ってるんじゃないかなっていう気がする、うん、だからなんていうか僕らの生物っていうのはやっぱりさなんていうかこうこんなさ、ほんとちっちゃい卵からさ、うん、どん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 大きくなるさ、いつの間にかこうなってるじゃん、はい、そんなどん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 こう分裂していくための必要な物質、俺はミネラルもある、亜鉛もあるさ、亜鉛とかセレンとかもあるね、はい、他の酵素もあるかもしれないし、核酸だけじゃないし、いろんな栄養素というのがこの卵という成分に入ってて、それをたくさん取っていくと核酸っていうカテゴリーじゃなくて、うん、全部人間の体がやっぱりそういった必要な成分を取っていくっていう意味でいいと思うね、はい、うん、そういったさ卵の栄養素サプリとか、うん、たくさんっていう言葉で表現しない方がいいんじゃないかじゃないのっていう気がする、うん、悪くはないと思いますし、はい、まあ、自分自身実際居酒屋行ったらさ、うん、本当にな白子を結構食べたりするから、うん、はい、あれのポン酢とかさ焼いたりとか美味しいよねとか思いながら、うん、食べるよね、はい、だからあんな程度でいいんじゃないかなっていう気はしてます、うん、はい、漢方薬や健康に関するご質問をコメント欄にお待ちしております。動画にてお答えします。